パリにあるブラッスリー、ディップブラッスリーとはフランスにおける飲食店の業態、種別で、本来の意味では、ビアホールのように酒と食事を提供する店を指す。1870年からの不仏戦争を契機に、アルザスロレーヌ地方からパリに移住した人々が始めた、ザワークラウトとビールを提供する店がその起源であり、もともとはパリ在住のドイツ人向けであった。第一次大戦までは、 文人や政治家など知識層が集って議論をする場といったフランス革命期におけるカフェと同じ役割も果たした。ブラスリーという語はビール製造所の意味も持つが、香港では主にフランスの飲食店について解説する。なお、カタカナ表記ではブラスリー、またはブラスリーとも表記される。飲食店としての格付けは曖昧で、レストランより、 庶民的なビストロよりもさらに手軽な店だがカフェよりは上といった見方やカフェレストランと同義などとされる。とはいえ、中には一流レストランで修行したシェフが出した店や一流レストランの支店としてレストランに劣らない品質の食事を提供すると歌う店、さらにはあえてブラッスリーを名乗る高級レストランも存在する。居酒屋の一種マストロー系もブラッスリーと同義である。 語源やニュアンスの違いはあるものの、明確な定義としての分類はできない。語源は、ドースペルのビール製造所であるが、これの元はコフランス語のブレイという説と、ブラサーという説がある。いずれにしても19世紀中頃までは、ビール醸造所を飲み意味していたが、その後はビールを提供する店をも指すようになった。この繊維は1880年代のことという。なお、 ビール製造所としての、この単語の英語圏における初出は1864年である。本節ではブラスリーを名乗る、もしくは、ブラスリーとされる店を例示する。ありがとうございます。